空参戦するしないぐらいのスマブラみたいな。うん、DLC2 出るか出ないかぐらいの感じですね、多分。これはもう始まる。というわけで、じゃあトップ8入り、敗者がトップ8入りをかけての試合ということになりますか。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。1ピがフト選手のワリオ、2ピがゴリオカ選手のジョーカー、ステージフォローバスティオン、中央台上で悪さができるのはワリオ側でしょうか。そんなこの中央台の攻防に注目しながら見ていきたいところであります。かなり攻撃力の高い森岡選手に対して防御力の高い伊藤選手と、ほぼ立っての戦い、空中前とね、ますけどダウン展開、ダッシュアタックとで、さあこの崖弾展開になります。空中連打の空中後ろとでお返し、ここは下から復帰のところはまず一つしのいでくる。テトラカーン見てから空中後ろ、今度横強攻撃したね。やはりジョーカーの復帰難しいですね。まあ、タイミングで、ね、噛み合ってしまうとこのようにね撃出されてしまうので、そこをうまく合わせていた伊藤選手、かなりお見事ですよね。はい、結構ずらし替え自体はありますもんね、はい、割と内側に、ずるように地形に沿うように復帰などもあるようなところでありますが、ここはしっかり見てから展開しきりましたが、ここがわずかに合わなかったか。空中前一段うまく引っ掛けはしたんですが、その後が合わずも、空中前引っ掛けの精度、一段落としの精度が豊か。いや、対空でね、あそこを合わせて、そこをしっかりそこから刺しまして拾うの素晴らしすぎますよ。ストック素早く追いつけたんですが、空中へ、おー、中央ならでも十分わあ、リードされて、ワリオにリードされて、まあ、すぐに追いついたかと思いきやね、このフト選手もさらに高い高い 30% 空中に打たれる空中シュートで外に出して、上飛行機ガーキャンを狙いますが、ここはアーズもうリスク取られなきゃ関係なしだろうというようなところか。いや、ここのあれじゃ大事ですよ。空中した。いや、今一発は今多段のあの当てるアルセーヌから当たってしまって、本体が後に当たったんで今メテオにならなかったですね。ここはまあ幸運にもメテオを免れた、そのストックなどを生かしてもう1対2、さらに崖橋に追い詰めて、あとはフトが最後の一手どのようにするか。空中城で崖橋展開、上から空中に打たれる着地をまず通してくる。そして五稜郭がターンを握ると空中しろ、どこまで追っていくんだ。ただ下からの復帰、画面外からの復帰ですから、これ取るのは難しい。ただこれはもう、これはもうバイクもない状況でしたか。まあ、そうですよね、というところでしたので、タイミングずらしたんですけどギリギリ届きませんでしたね。やむなしでしょう。ただ1対1になってしまえば、この五稜郭という男のそれこそが真骨頂。ただ横強攻撃、下強からめ下強でめくって、その後近づいてくるところに対しての反抗策。あそこでその若い日から、まあ、横強確定はしていないんですけれども、そのここで追ってくるであろうその五稜郭選手の心理を読んだいい横強攻撃でしたね。2ストップ目の早期撃墜が非常に効いていたかなというところになりました。第1試合目です。昭和リオッペでも飛んじゃうんですね。もう昭和リオッペならちょっと怪しいかなと思ったんですが、お構いなし、中央台の上の火力を散々に見せつけたような試合でした。まあ、横強も噛み合わせていったので、少しかなり流れが良かったような形になるんですけれども、五稜郭選手がここからね、この中にどう抗うのかって感じですね。では第2戦目、ステージは変わらず、今度先に崖橋は五稜郭城か、そこから植木をうまく持続当てを持続生かしてというところ、ここから空中城でジャンプ読んでるぞ。ガントで浮かされると難しいところ、これはバイクとで距離稼ぐんですが、ジャンプはもう失われていた。ガントでジャンプ潰してというような復帰阻止でした。これかなりいい展開で、しかもここから触れてもアルセーヌが来る。さあアルセーヌが出るまであと少し、空中前で潰した影響によってそろそろ出てくるでしょう。さあそれまでにいい展開にしたい。下投げ、空中に打ったら持続うまく当てて、空中前で中央台の上の攻防になるかというところでしたが、先にこれは降りた、これはもう最近に文字通り降りて、五稜郭がターンを一つ、あー取ったか。さらに上ビー攻撃、ここは崖橋ですが、ダッシュアタックで崖話に対しての、ここは一つ、まあ、なんか五稜郭選手の攻撃姿勢をなんか読んでるかのような伊藤選手の、お互い関東のプレーですからね、対戦経験も結構あるのかな、やっぱ。はい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 、もうなんかここでそれをするのは分かってるんだと言わんばかりの
少なくかなり瞳が入ってそうな動き多いですね。でそろそろ2分経つので、空中にタロル、いや一度この引っ掛けられると少々ヒヤッと、背筋がヒヤヒヤッとするところではあります。空中にタロトレ、ただ今度は空中落としですが、これは帰っていけるバイクの終点くぐりを。さあ金ピカに光るマリオの体、空中城なの振って振ってというところですと、ワリオッペで暴れワリオッペというような形でしょうか。スマッシュワリオッペですけど、ね、下スマッシュ、いやでもそこでその回避合わせる、やっぱりこの近距離のね弓合いのうまさもやっぱありますよね。ドルガ選手上スマッシュだ、近づいてくるところに強き強き強きの上スマッシュ。ストックはさあ1対1弱、1、2の3、そこからここからどちらが火力を伸ばしていくかというところですが、目の前に突っ込んできたところは逃さない。ふと投げコンボしっかり生かすが、ならばと投げコンボのお返しご了解、さらに空中しろエイハトでダメージ加算加算、ダメージ先に増やし、ダメージを先に加算はご了解。そして目の前に飛び込んでくるところは弱で抑えて強攻撃され展開時、横スマッシュだがここは大丈夫、しのいでいる。いやここかなり流れまずいですよ。下投げから空中へベクトル変更、しっかり読み切って読み切って、いやなんかかなり飲み込んでいったような感じです。もともとなんかかなり1本目からその人選手の空中攻撃を置こうとしているであろう、そのジャンプ様子に対してうまく飛び落としていて、あまりダメージを稼がせずに流れを持っていったって、おならでね逆に飛んで、左に飛んだんで耐えてましたけど、逆に右に飛んで早期撃出されていたらちょっと流れ変わっていったと思うんですけれども、あと復帰阻止の展開に全然ならなかったような印象が、ジョーカー側が、さあニュートラル制圧して復帰阻止展開にそもそもさせず、かえってワリオの復帰を潰したというような第2戦目。さあ第3戦目、ジャストシールドしっかりというところからステージ挑戦状に変わりましたね。まあそうですね、まあ、崖が結構いてやだかな。さあ今度は中央台から台2つといったような挑戦状に変わって、ただしかし殴り合いは依然変わらないでしょう。なぜなら挑戦状はあまりにも狭いステージ、攻撃上がりに対して空中にたる持続うまく当てて空中しろ、横気を合わせていきたいところでした。ここはしのいだご了解、そこからエイガウントで流れ作って、これは終点くぐり、バイクで終点くぐり、空中にタルで差し込みは許さない、空中前持続うまく当てて引いていたんですが、その引きに対しての下強攻撃だ。いやライン回復うまい、空中にタル持続当てて空中しろ、流れって下合流化選手あったと思ったんですが、ここしのいだの大きいですよ。空中前から下気を出しアタック、外に飛ばして、これはどこに行くの、ああこれはしっかり合わないか、強気な挑戦の結果でしたので仕方がないといえば仕方がないというようなところにはなりますが、まず初めに一足取ったのはゴリオカ、上投げ空中前とでさらに火力を加算していく、そろそろ撃墜が欲しいワリオにはなりますが、めくりながらの空中しろ、しっかりそれに対しても反撃のタクを用意している。いやいいよこれですね、空中しろ上方向にはしっかり攻撃判定があるぞ、空中前とで外に出してサーフと、この展開は下スマッシュですが、そっちやっちゃったけど、おー噛みついた、崖狩り噛みつきで、かなりねあそこねしのがれてしまってたら流れ悪かったんですけど、よかったですね。とこれはあ大丈夫、おー見て見て見て、ディレイかけた上投げ空中上でしたが、ここは大丈夫、もう今度は本命を通した上投げから空中上とで、まずは手形火力稼いでいく横スマッシュですが、空中にたる油が先に取っていて、ここは無事、ただ下から潜るの下から潜らせるのを強要するこのガン復帰阻止、空中上下り当てて、バイクで、そしてバイクで、いや下 B が横 B に負けちゃったのかな、今のはおそらくそうでしょうね。でルート絞られちゃったんで、今のはちょっと
やっぱ関節かけながら下に浮く難しいですからね、さあここはストック先に取ったんですがマリオッペですぐさま返した。いや高すぎる反撃、あっという間の、はい、高すもう最大と言って差し替えないでしょうね。ただ3前出ししただけなのに、ね、ただ火力が欲しかっただけなんでしたけど、うん、ちょっと許されなかったというところにはなります。そしてもうここから分かんないんですよ、この空中にタルトで固め続けるフト、ただ攻撃上がりとでここは流れを切り替える一手になるか、噛みつきとでただ許さない許さない展開上深めていくフト、ただエイハ超近距離ゼロ距離エイハ下からバイク使って復帰をこなしていく、ただこの駆け上がりは回避上がり横強入れ替わったぞ、優位展開入れ替わって空中にタルトから上から吹き前投げだ、掴み取っているんですが空中にタルト判定の長さをここは見せつける、横強攻撃外に出して下からどこまでも行っていく、しかしここはバイクも画面外までの復帰80148、空中にタルトで近距離を許さない、さああとは一撃、どちらも撃墜を取りたい、あとは一撃勝負、空中ニュートラルですが飛び越えて空中ニュートラル、ただダッシュアタック2段目が当たって空中前上り空中前とでここはうまくしのいできたフト、ジャストシードからバイク、はい、内側読んでいるようなところでしたがここはダッシュを繰り返すだけ、この崖ジャンプから移動うまくニュートラルか引いてしのいだ、そして空中後ろ124、167、どちらも耐えている、最後の一撃ここの1対1、2対1にするか1対2にされるかどっちだ、空母マリオの空母だ、お互いの攻撃相打ちへ、しかし最後にはもぎ取りました。いやかなりね終始メインエポンであるあのマリオの空中車に対して早めの空中運転で出かかり潰していてあまり振らせてなかったんですけども今度早めに上りで振ることによって相打ちでこちら撃墜できると、ついに通った形でしたね本当に。あとやっぱり五稜郭選手のね代名詞といえば横スマッシュのその精度なんですけれども全く当たらないですよね、本当にスマッシュ振るとこ分かってるよって言わんばかりの、やはり拒否の不当というようなところでありますから防御力の高さがね、はい、垣間見えるようなシーンでございます。さあ第4戦目ホロバスに戻りましたね、まあ、中央台があることによってやっぱりその空中からの差し込みに対してはかなり圧が、台があるので邪魔になるといったで地上戦でしたらまあ上下の方がしやすいかなといったことになると思うんですけれども、はい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 、さあそんな差し込み通してフルセットまで持っていけるのかゴリオカ、ただは人はもうすでにあと1本取ればカットップ8、さあそのトップ8にかけてフトあとその大きい手のひらを伸ばしていけるか、高っうまく中央台浮かしましたね今、横強攻撃上シフトかなというで対空を見せる、ここで掴み入れてから崖狩り展開判定出してる、うまく判定出してここ足取りで飛び落とす空中に打たれる、さらに相打ちながらも外に出したのはフト、ここダッシュ繰り返して上スマッシュ狙っていきますがここはしっかり回避、ただ横スマッシュ割れてしまった、ダッシュマードを対応してましたかね五稜郭がっていうところに対して攻撃が当たって最後は横スマッシュ、あ失礼上スマッシュガードブレイクとで一撃加えていきました、先制はふと、さあここからさあ上下どうしても撃墜が難しいところにはなるところであります、加えて相手はワリオというところ、ジャンプ読みですが重い、まだ飛ばないのか、ここはうまく潰した、やはりガンのいいところですよね、ここはね、もう真下から復帰というところに対しても潰せる可能性がある、先にねバイク使ったタイミングですぐに台戻ってもう一度下がやってできていたので、そこでうまくジャンプ潰せましたね、ジョーカーがバーストなに陥りがちなところをいい形で助けてくれる、このがここはうまく生かしてというところになりました、非常に怖い展開でしたが空中でマリオペドレタンだ、コンボ精度すごいよく当てますねあれ本当に、いやさっきのね前の展開でも空中打たれがね2段当たっていったら危なかったんですけれども、そこからのリカバリー完璧でした、さあストック1対2、ここでリードを開いたのは
非常に大きいというところになります。しかしゴリオカという男は撃墜力爆発力が他のジョーカーとは一線を画します。空中後ろ、さあこの展開時つないでいけるか。ただ中央台の上バイクをうまく使いながら着地、さらにダメージを加算していく。いやここのアルセーヌがマジでポイントになる。このアルセーヌのうちに撃墜してあわよくばダメージを加算していきたいところになりますが、バイクうまく使って、さらにバイクとで崖の読み合いを仕掛けていく。ここはうまくかわしたものの撃墜させてくれない。終わっちゃう。ダッシュアタックで深追いですがまだ耐える。そしてアルセーヌ解消、これはガンで潰しました。やはりガンが復帰、そしてガンが非常に効いています。ここは下投げ横なんとかしのいだ横を攻撃。ただ 103% 噛みつきは拒否。なんとか拒否をし続けていきたいゴリオカですが、下り攻撃から恐ろしい展開。ここさえしのげればいい。空中しろ、右から左崖、何それは。アイネビー攻撃、ただまだ耐える、まだ耐える。アルセーヌが出てきた。このアルセーヌバリオペわずかに間に合わず空中まで視界反撃取るぞ。空中しろ、ただダッシュアタックですが耐えてる。右から左ライン復帰生かしたんですが、バイクが置いてありました。